船さんです。今のね、この日本経済がもっともっと良くなるためにはデフレ脱却が必要です。このデフレ脱却、どのようにすればね、脱却できるのかというと、やっぱりね、政府の政策、経済政策がダメダメでは絶対無理なんですよ。やっぱり正しい経済政策をしていかないといけない。そこでですね、先日長島議員を筆頭にした形成催眠研究会が、菅総理にね、提言書を出したと。で、その提言書っていうのが、インフレ率 2% を達成するために、金融緩和プラス、3次補正、を行いましょうという提言をしました。で、このね、内容自体も、本当にね、ダメダメな内容だったというお話は前々回のね動画でさせていただいてます。そちらの方を見ていただければなと思うんですが、その中でね、追加でコロナによってですね、国民生活が疲弊していると。だから追加で5万円の、特別給付金を、行おうではないのかというね、提言をされているんですけれども、それに対してですね、麻生太郎氏は必要ないというお話をね、されました。で、そのね、必要がないと、そのアンサーとしてですね、麻生太郎氏が10万円のね、定額給付金を、行った。その行った結果、ね、今年の8月に調査した内容によると、貯蓄高が、増えたというね、お話がなされていてですね。で、要するに給付したはいいけど、貯蓄に回って結局それが使われたというね、状況ではないことによって、今回のその追加の給付は全く意味がないという理由から、このね、3次補正予算に対して、ノーを突きつけたわけですね。これね、一見すると、そうなんかと。自分たちはいろんなことを使っている人いっぱいいると思うんですね。例えば、何か欲しいものがあったりとか、行きたいところに行ったとか、こういった使い方をする方もいらっしゃるでしょうし、生活費としてね、使った方もいらっしゃいます。ね、様々ね、使っている人たくさんいると思うんですけれども、でも使ってない人、多いんかと。じゃあ、それって結局意味なかったんだ。そう、しょうがないな、と思う方ね、たくさんいらっしゃると思うんですけども、ちょっと待ったです。ちょっと待ったね。そのね、8月の、そのね、時点でですね、預金が積み増されたみたいな話をね、しているんですけれども、ちょっと待てと。ね、その調査、ね、どのようにして、その預金が積み増されたと、ね、言っているのか、どのように調査したのか、ね、これがですね、非常に曖昧なわけですね。というのがですよ、ね、結局、ね、銀行の預金残高で調べた場合はですね、どんな形になってもですね、世の中に一人10万円を給付した、その積み増された貨幣というのが存在しているわけですよ。だから銀行の預金口座が増えるということはごくごく当たり前なわけですね。例えばちょっと分かりにくいかもしれないですけどね、私が10万円を受け取りました。で、例えば隣のね、本屋さんに行ってその10万円分の本を買いましたとね、例えば私はこの時点でその10万円は消えて付加価値、本がね、手に入りました。これはいいとして。じゃあ、この僕が持ってた10万円ってどこに行ったんかって言ったら、隣の本屋さんの口座に入ったわけですよ。ね、売り上げとして。ね、ということは、例えば、僕とその本屋さんが同じ銀行を使っていたとしたら、その銀行の預金額っていうのは変わってないわけですよ。移っただけで。ですよね。ということは、ね、銀行の預金額を見たら変わってない、預金されただけだ、そりゃそうやろって、自分が支払ったらその分どっかの
預金になるのは当たり前で、もっと言うとですよ、もっと言うとその定額給付金のお金は手をつけていなかった、だけど違う資産を使ったというケースも往々にしてあるわけですね。何もその定額給付金、まあ例えばね、銀行の口座を10個持っていたとしましょう。で、定額給付金が振り込まれたこの銀行の口座は全く手をつけていない。ですけれども、違うところの口座、あるいは違う何か資産、ね、こういったものを、まあその分使った。ね、これでも、まあこれがね、貯金額、ね、預金額として積み増された形になってしまうと。こんなものね、はっきり言って、まあ私の、まあ、ポケットに例えばね、まあ、20万円30万円が入っててですよ、こっちのお金は手をつけず、ね、こっちで支払った、ね、これ政府あるいはそのね調査会社がどのようにして把握するんだと、こんな個人のね売買のその動きをね、口座を通さない動きだってたくさんありますからね、日本には。だからこそこのね、現金のやり取りも含めてですよ。はい。どのようにして把握するのか。ね。この発言はどっから出てきたのか。ね。全くもって、まあ、これね、まあ、その後調べたんですけれども、まあ、全くもってね、まあ、それがしっかりと詳しくね、解説されているものをちょっと見つけることができなかったんですね。はい。まあ、確かにね、預金額が、増えましたみたいな記事は読みました。読みましたけど、それもね、結局ね、個人のお金のいきさつや、まあそのね、特定の口座をずっとね、追跡したわけではないんですよね。まあ結局ですね、その時に預金額ってどうなんでしょうってなった時に、増えましたよね。全体的な預金額が増えましたよねっていう調査っていうか、まあその数字でしかないわけですよ。そりゃそうでしょって。ね、一人当たり10万円の予算が、まあ実体経済に流れてきたんですから、そりゃ増えて当たり前なんですよ。増えて当たり前で、その増えたお金で、自分たちがどれだけ付加価値を手にしたか、これが大切なわけですよ。ね、我々どっかに使ったら、どっかには絶対そのお金って溜まっていきますから。ね、どっかには絶対に流れていきますから。これ消滅することってないんですよ。消滅するってただ一つですよね。はい。国にお金を返すときですよ。これって何か、税金で取られたとき。ね、その時に初めてお金消滅するんです。はい。まあ要するに、これって借用書、返済したってことですからね。はい。だからこそ、これね、大きな間違いで、麻生氏のその預金額が積み増されたっていうのは、得てして、ね、自分たちが給付したから積み増されているだけで、何も国民がね、使っていないとは限らないというか、使っていなくはないんですよ。もし本当にビタッと使っていなかったとしたら、ね、このコロナ、のこの経済停滞がずっと続いてしまって、廃業もこんなところじゃないですよ。はい。で、実際ね、給付金がボーンとね、振り込まれた、そのね、週の休日、週末なんかを見るとですね、まあ、家具屋さんにしてもですね、電気屋さんにしても、人はね、ごった返してたわけですね。コロナ真っただ中だったあの時期ですらですよ。はい。まあ、全額使っているとはね、考えられないかもしれないですけれども、でも半分使ったりとかね、まあいろんなことを使っている家庭はたくさんありました。なので、このね、麻生氏の言い訳は、真っ当でも何でもないですから、これにね、日和らずですね、彼らはね、こういう詭弁をね、すぐ並べるんですよ。ね。もうそのずる賢いね、もうペテンシーのようなね、もう言い訳、はい、はもうすぐね口先から出るんで、こういったね口車にはね騙されないようにね、しましょうね。まあこの5万円給付もね、絶対にね、この冷え切った日本経済には必要ですから、しっかりとね訴えていきましょう。
ということで、本日の動画がね、面白かったとか、ためになったと思っていただけましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとですね、私、公式 Twitter アカウント、下の概要欄に載ってます。そちらの方からね、ぜひともフォローしてください。フォローしていただけますと、フォローバックさせていただきますので、そうなるとね、ダイレクトメッセージの、やり取りもできます。そちらの方からね、ぜひとも動画のリクエストなんかもお待ちしております。あとね、私、新しいチャンネルがね、あります。船スポというチャンネルでですね、私がね、ゴルフとかロードバイクといったね、スポーツにね、チャレンジしていくというね、チャンネルになっておりますので、そちらの方もですね、ぜひぜひ、チャンネル登録していただけると本当に助かります。よろしくお願いします。ということで、本日はこの辺で失礼します。